どうもフィッシャーズシンプです。ザオです。ホラー系がやってまいりました。お久しぶりです。夏を感じてもらいたい。夏にこれを楽しいって思うやつの気が知れないんだけど。横にいいんだけど。やだよもう。まあいろいろとあったじゃないですか。コロナとか。うん、それの影響でズームが流行ったじゃん。オンライン飲み会とかさ、オンライン会議とか、うん、あったじゃないですか。カメラを通じてみんなとおしゃべりできる。めっちゃ流行ったんだけど、それっぽいホラーサイトができました。またホラーサイトやだな。世にも奇妙な物語でなんか取り扱うっぽいサイト、西ノン会議っていうらしい。ちょっとまあやっていこうか。次の会議は20時04分からです。めっちゃちょうどいいじゃん。そうだね、もうそろそろかね。参加メンバーはランダムでマッチングします。他の方に迷惑をかけないようにご注意ください。てか、そもそもこれやったら知らん人と繋がると結構迷惑じゃない？やだ、怖い。知らない人と電話すんの怖い。斉藤さんってめっちゃ下だろ。本当に繋がんのこれ。そう、どういうのか分かんないんだよ、マジで。怖いね。んだほ、別ね。OK、んだほで。んだほ。んだひ。これでいいでしょ。よくない。なんで？んだひ。お酒入っといてもいいんだよ。入ります。そっちの方が大人だよ。ええ、すごいすごいすごい。いや、両方オンにしちゃおうよ。両方にする、うん、ビデオと音声をオンにして参加。うん、え、全部、全部じゃね。ほんとだ。ふざけてんな。ただいま。え、すげえすげえすげえ、現代的。ただいま体調で縛るかもしれません。ちょっと今んとこ楽しい。でもこれが怖いことになるでしょ。そうだね。やめてほしい。え、どう言われたかわかんない。もう、俺すっごい楽しくしちゃうよ。知らない人とだったら。もう知らない人がね、本当にいいのか分かんないけどね。本当に空気をまず楽しくしちゃう。うわ、来たよ。8人揃うまで。あ、参加者揃いました。会議開始します。行くよ。うん。あ、すげえ、マジで知らない人繋がってる。あ、みんな大人。ちょっと待ってね。あ、すごいすごいすごい。あ、まだ聞こえてないんだ、これ。え、めっちゃ猿。あ、これなんか来たよ。西ノン会議へようこそ。今日は今日は今日はお友達になりたいんだから、みんなと楽しいゲームをしていくよ。いいけど、なんかみんな愛想悪いんだこいつら。俺ら仲間外れにされてたよ。さっきのやつら愛想悪かったね。そう、ちょうどよかったね。1、はい、お、来た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 。はい、行きまーす。これすごいね。すごい、あ、すごいすごいすごい。どうも。マジこんにちは。西ノン会議へようこそ。みんなと楽しいゲームをしていくよ。いやだな。まずはロシアンルーレット。だれにしようかな、誰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 にしようかな。ロシアンルーレットが始まった。誰にしようかな。はい、君に決定。お、君の住所は吉沢くん。あ、そっか、なるほど、そっか。吉沢くん何も言ってないじゃん。ええ、ここかな、合ってた、合ってるよね。ええ、遊びに行ってもいいかな。怖っ、すごい。冗談だよ。あ、なんだ、びっくりいたしましたね。どうか一情報とかお前どういかがでしょう。どういかがでしょう。お前か、西野。まして、催眠術のコーナー、あー、肩の力を抜いてリラックスして、そのまま画面を見つめて、で、絶対に瞬きしちゃダメだからな。あ、めっちゃ瞬きした。西野大好き、西野。西野大好き。二人ともやってたよ、今。瞬きやってるね。やったー。あー。わははははは。いや、終わったんだけど。終わった。あ、すごい、みんなと喋ってる。どうも、こんにちは。ドル通り、ドル通り、もしもーし。あの、住所のやつとか、もしもーし。ビビりましたけどね。ねえ、ねえ、くだらない。あ、時間返しとか、時間
枠が来た時喋れるやつだ。じゃあ、お、僕だよ僕。いや、吉沢くんめっちゃサーフ系。周りの人嫌いなのか。え、じゃあ、なんか、ドア開いたね。ドア、あ、なんかチカチカしてる。え、あ、くだらな、時間返してほしいわ。は？何？ドルドーニ。ドル、何？ドルドーニって何？何これ？ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。あれ、どうしたの？いや、え、あの、どうしたんですか？くだらな、時間返してほしいわ。何があれですか？いや、なんか、あの、顔。確かに、大丈夫？なんか全員顔やばい。俺通り、俺通り、俺通り。え？はい、気持ち、気持ち、気持ち。何？え、何？おい、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 おい。吉沢くんやられたっぽいね。なに？俺の番乗ってくるよ。来るぞ、来るぞ、来るぞ。もう一度会議に参加するって何なの？できんの？もう一回だ、でももしかしたら今のメンツじゃない人と会えるの。あ、マジで？ちょっと見てみよう。うん、バルカン佐藤さん。やめろよ、ほんとにほんとにさ、西野のパワーがすごい消えちゃうんだけど、これのせいで。2度目の参加です。あれ？違うね。あれ？西野会議へようこそ。あれ、どうも。もう一回違う人なんだ。今日は今日は今日はお友達になりたいんだから、まずはロシアンルーレット。誰にしようか。さっきの法則で言うと、誰にしようかな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 。これ小林くんだろ。はい、君に決定。お、違う。おい、君の住所は。え、アルナさん。ああ、そっか、なるほど、そっか。ここやったー。あー、もしもし。いや、思ったより声が低かった。すいません、なんかバグってますね。大丈夫か、電波悪いんじゃないか。お、春菜が消えた。あと内山も消えたね。誰か何か喋ってますか。うん、喋ってる。バルカンさんとだけが喋ってる。バルカンがさっき喋ってます。え、ちょっと、あ、うるさいんですけど。え、ちょっとや、スパイダーフラッシュがリンクさんだから。ラスボルだ。西野、死人の、あ、死人ので西野なんだ。え、春菜、カレー。お、座れてった。よいしょ。あ、これ死人っていうことなんだ。だこの顔になった人はみんな死んだってことなんじゃない？死人の西野の。そうだね。残ったで、残ったのは鈴木と由美。うわ、びっくりすん
だってこれが。鈴木リュミンティーどうも、マリカンさんとだきです。どうもです。あっまたすげえ。西野は死人のって意味なんだね。だから西野会議じゃなくて死人の会議なんだ。なるほど。んだこれに参加しちゃうと死んじゃうってことなんだよね。助けたいわ。助けたいこいつを。助けたいか。俺の神のチャットを持ってやつら全員助けろ。そうだよ、俺らは未来を知ってる。もう知ってるから俺あいつらの。ちょ任せろ。フューチャー武田。何があるか俺も全部分かってるから、チャットで全員救うわ。でエミリーに電話に出るなって言ったから。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、すぐ電話出る。あ、すぐ西野も母校なんだよ。会議中に電話されて。上司か。よし、頼むよ。任せて。救うぞ。全員救ってみせるから。よし、8人全員救うぞ。みんな聞いて。よし、フューチャー武田からのメッセージや。西野会議でよ。内山絶対電話に出た。急いで。あと、春菜ちゃん怖い、怖そう、怖がらないでって。春菜怖がるな。春菜、怖がるな。どうせお前だ。そう、気をつけて。ユミティはサラダを食べる。ユミティサラダ食べる。君の住所は。ほらまたもう玄関閉めて。あーそっか、なるほど、そっか。ケンジ、ヘッドホン外せ。小林笑うな。そう、小林はずっと笑ってるから。あと小山内、部屋出ろ。いや、こんだけ言えば伝わるだろ。先に頼むよ、うん、ほら、鈴木肩回すなって。鈴木、肩を回していいのは一郎だけだ。内山、じゃあ出るなよ。内山出るなよ。絶対出るなよ。内山早く、ケンジ、音聞くな。ヘッドホン外せ。うるさいんですけど。うるさいじゃん、ちょい。俺、スパイダーフラッシュ、ロレスだ。ハルナ、座れる。後ろ、ハルナ、後ろだよ。小林、笑うな。なんで話聞かないの、こいつら。バカなの。ユミティまだ間に合うよ。ユミティ笑顔でね全員話聞かない。全員分からずや。登場人物全員分からずや。こんだけ俺送ってっかんだよ。俺めっちゃ送ってるよ。俺みんな聞いて。内山は絶対電話出るな。ハルナ怖がるな。どうせお前だ。ユミティはサラダを食べろ。玄関閉めて。ケンジヘッドホン外せ。小林笑うな。小山内部屋出ろ。鈴木肩を回していいのは一度だけだ。電話出るな。内山部屋出ろ。小山内早く。ケンジ音聞くな。ヘッドホン外せ。ハルナ後ろ座れる。座れる、こっち間違えた。動画見てくれてありがとう。セカンドリー Twitter、インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。